はい、どうも皆さんこんにちはということでね、はい、はい、そうですね、ちょっとねいつもと違った感じで動画回させていただいてますと、今ですねタイトルにもある通りちょっといつもと変わった感じになると思うんですけど、どんな感じで髪の毛伸ばしてますかと、そういうね質問が結構来るんですよ、まあ、特にインスタの DM ですね、最近も来ました。まあ今マッシュなんですけど、どうやって伸ばしていってますか、結構ありますということで、僕がロン毛にしていくまでの過程というか伸ばし方を紹介、適当に伸ばしてるように見えて結構適当なんですけど、やりたい髪型がありまして、まあ、今結構キモいっすね正直、はい、結構キモいんすけど、まあやっぱねロン毛にしていくにあたってね、この過程をねどう乗り越えていくかっていうのは僕的にすごく大事なことでありまして、そのね過程でどう頑張っていくかということは、富士ファイナルプランナーの方で、お伝えしていければなと思います。まあ、今のところ僕が考えているのがこんな感じになるんですけども、多分画像貼ってるんで分かると思うんですけど、こんな感じです。はい、こんな感じにね、していくときに、どうやってね、このダサい時期を乗り越えるというよりか、まあ、こういうなんか伸ばしっぱなしの時期をどうかっこよく見せていくか。そう。この髪型の前が金髪坊主なんです。金髪坊主から来てます、これ。はい。なんで、すごいわかりやすいんですよ。すごい、坊主からなんで、めちゃめちゃわかりやすい。しかも、ほぼ長さ変えずに。本当にね、1年ちょいぐらい伸ばして、こんな感じです。っていう感じなんですけど、僕がね、最初やっていたのはですね、亜鉛を飲む。うん。これ一つ目、亜鉛を飲む。これやっぱね、髪の毛早く伸ばしたい人はね、亜鉛を飲んだり、亜鉛とタンパク質をね、一緒に取ったりとかしてね、伸ばす方が多いと。あと、ビタミン B6 やかな。だから、マルチビタミンと亜鉛と具は伸ばしてました。まあ、伸ばす方法はそこまで詳しくないんですけど。でもちょっと亜鉛はね、違う効果として、ちょっと制約が上がってしまう。うん。ムラムラが止まらない。うん。そういった、もうムラムラすると、もう僕ムラムラすると、もういても立ってもいられなくなってしまう性格ですから。ということで、ちょっと亜鉛は控えてるんですけども。まあ、言ってもね、一番はね、やっぱね、メンタルなんです。絶対切りたくなると思います。ロン毛になるまでに。絶対切りたくなる。うっとうしいし、切ってないし、モテへんし、それをどう乗り越えるか。まあ、ゆくゆくは僕がしたい髪型は、まあ、さっき言った、ああいう感じなんで、今は坊主から伸ばしてるんで、ギャップがあるんですよね。前髪がこっから生えてるじゃないですか。ほんで、襟足はこっから生えてるじゃないですか。このギャップがあるので、これをいつかね、ここら辺で合わせようっていう感じのね、魂胆でいますので、今はですね、こうギャップがあります。まあ言うたらなんかウルフみたいな、すげえ長いウルフみたいな感じの、まあいつかはそれを揃えたいんですけど、もう早めにねそれを揃えてしまうとマジタラちゃんみたいになっちゃうんで、僕はですね一回もうウルフバリバリ伸ばし切ってから切ろうかなと、合わせようかなと思ってるんですけど、しかもねこう襟足からこっからね伸びてる分ね、僕ってね、僕とかめちゃくちゃ帽子をかぶるじゃないですか。前髪なんか勝負関係ないんですよ。だから襟足だけバチコリ伸ばしとけば、帽子とか、まあ、キャップとかビニーとかかぶった時に襟足が出るのってすごいかっこいいじゃないですか。ってことで、この伸びてるとこをすごい楽しみつつ、前髪とかをねここまで、伸ばすのを、頑張って耐えていくという、僕のね、結構メンタル根性なんですけど、根性で伸ばしてますって感じです。はい。で、やっぱりこのギャップがある分、こう、普通にこう、下ろしたときはね、まあ、こういう雰囲気の方が、こういう雰囲気がね、好きな方とかもいるかもしれないですけど、まあ、ちょっと汚いと。まあ、結構ね、合わせてるボブみたいな、パーマでボブみたいな感じで合わせるのが僕はかっこいいと思ってるんですけど、まあ、ギャップがあってね、すごくちょっと汚く見えちゃうので、まあね、今のところはもう僕、毎日帽子かぶってます。というか、帽子かぶってない日ないんです。まあね、ちょっとじゃあ、この襟足をね、この使った、キャップとかビニーをちょっと紹介していきます。まあもう前髪はね、もう僕はこう、全部後ろに流して、もう関係ないです。前髪関係ないです。前髪がどんだけ短ろうと長ろうと関係ないです。ほぼほぼはもうここっすね。襟足の部分。もう後頭部の毛と襟足の部分をこう、ブワー出して、ちょっと長さが揃ってないんで、正味汚いんですけど、まあ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 、ブワーと、これちょっと僕、風呂上がりなんでバリ濡れてるんですけど、でもね、襟足がね、襟足だけしかわかんないじゃないですか、帽子かぶったら。だからこの人めちゃめちゃ髪長い人なんじゃないみたいな思われるんですよ。実際そんなことなくて、前髪は普通にここぐらいまでしかないから。だからまあまあまあ、それでちょっと楽しんでるっていう時期でございます、僕はね、今は。で、まあ B2 とかかぶったらこんな感じです。ニット帽とかからね、出すとこんな感じですね。で、やっぱ襟足ってね、ここからね、生えてくるので、すぐね、出てくるんですよ。前髪をこっから伸ばすより、前髪の髪をね、ここまで伸ばすより、こっからのここまで伸ばす方が絶対簡単なんで、もう襟足は残しといて、毎日帽子かぶるみたいな。帽子、俺は帽子をかぶらないと、俺の方では完成しないと僕は思ってるんで、今。襟足でこうね、髪の毛を長い人みたいな感じでちょっと見せてますね。はい、っていう感じで僕はね、髪の毛を伸ばして、根性でメンタルで頑張ってるんですけども、ってなった時に毎日毎日ね、これ帽子とかかぶってるとね、
薄毛のね、気になるんすよ。薄毛がすごく気になる。ということで皆さん、ここですよ。はい、聞いていただきました。今回のあれはですね、 AGA のリスク検査キットということでね、実際にはですね、毛髪ホルモン量測定キットということで、測定できるキットがあるらしいです。待ってました。賞味案件ですけど、バチクソ気にならへんってことで、紹介していきたいと思います。まあ、簡単に言うと、あの AGA、男性型脱毛症の意味らしいですね。成人男性によく見られる髪が薄くなる状態のことですね。額の生え際とか頭頂部の髪とかがね、薄くなっていくというね、あの病気になってるんですけども、こちらの病気であるかどうかっていう、検査キットというよりかは、検査を行うキットではなくて、その AGA のリスク、その AGA のリスクがあるかどうかっていうね、リスクについてね、検査できる測定キットになっております。この説明書、この毛髪を貼り付ける用紙、そしてこのチャック付きのね、袋、変身用封筒が、入っていますね。はい、入っております。おられますね。これに沿ってやっていきたいんですけども、このね、僕の髪型今こんな感じなんですけど、どこを採取するかと言いますと、頭頂部のとこを、頭皮にできるだけ近い部分3センチ以上、頭皮にできるだけ近い部分から3センチ以上の髪の毛を5本切り取って、ここに髪の毛を固定するシールがありますので、貼るんですね、その髪の毛を。で、3センチない場合は10本以上採取してくださいということでございます。髪の毛の根元部分を下にして、先端側をね、上にするという感じでございます。はい、ではやっていきますね。毛をくっつけます。くっつきました。そしたら記入するとこがあるので、未成年の方は、ちょっとね、いろいろ親の親権者のね、あれとかいろいろあるので、ここに記入しまして、で、ここで注意なんですけど、取り付けるね、用紙のこの右側のところに、右上のところに QR コードでね、登録するとこがあるんですよ。ここで携帯でね、この QR コードを登録して、自分の情報を、入力したら、そこにそのメールアドレスとかを登録したら、そこに結果がね、返送されてくるといったね、形になりますので、絶対このね、 QR のところで、メールアドレスとかを、ご登録、登録する、それだけ忘れずにして、で、これを畳んで、チャック付きのやつ入れて、返送用の封筒に入れるって感じになる、らしいです。まあ、郵送後2、3週間でできるらしいんで、それを楽しみに待つといった感じでございます。こちら、結果の動画はこちら、はい、こちらへどうぞ。僕の髪の毛は大丈夫なんでしょうか。はい、ということで、結果の方が届きました。僕のね、AGA のリスクレベルの結果がですね、こちら。はい、ということで、こんな感じでございます。ステージ2やや低いといった感じになりましたね。まあまあ、ひとまず安心なんじゃないですか。結構僕危ないと思ってたんですけどね。でもまあ、ステージ2やや、まあややすけど、やや低いっていう感じの結果になりました。はい、こんな感じでね、いろいろ詳細とかも書いてまして、こと細かくね、分かってくるので、検査キット本当にね、気になってるとかね、言う方がいればね、ぜひやってみてくださいということ。ってことでね、もうじゃんじゃんね、帽子とか被っていこうかなとこれからね、思うんですけども、最後に僕の最近一押しのね、この髪型に合ったね、帽子を紹介します。ということで、それが、はい、こちら、ブボン。オーダーのニット帽が最近僕の中ではね、めちゃめちゃ着ててですね、最高にね、かっこいいので、ちょっとね、ちょっと買ってみますね。はい、こんな感じなんですけど、この襟足の感じがいいっすよね、本当に。ちょっと寝起きでボサボサすぎるんですけど、まあこういう感じでね、ニット帽から僕髪の毛が後ろから出てるっていうのがすごい好きなんで、こういう感じのね、ニット帽とかと合わせるのがすごく好きだということでございました。はい、ということで、最後まで、見ていただきましてありがとうございました。はい。まあちょっとね、後ろとかももうちょっとね、整えつつ、後ろに合わせつつ、どんどん伸ばしていこうかなと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。